ヒルズデールカウンティはアメリカ海軍向けに建造された LST-542 級戦車用陸艦の一隻。艦名はミシガン州ヒルズデール軍にちなみ現在までにこの名を与えられた唯一の米軍艦である。当初の艦名は LST-835 だった。1944年9月6日、ペンシルバニア州アンブリッジのアメリカンブリッジに適合され、 1944年9月25日には、アイ・ラファエル夫人をスポンサーに迎えて、浸水式が行われた。1944年11月20日、ウィリアム・エイチ・マク・ヘンリー中尉を館長に迎えて、収益する。フロリダ沖での修塾高校の後、LST-835 は、ニューオーリンズにて弾薬を積載し、12月28日に、出発した。 西海岸及び、新珠湾に寄港した後、1945年3月18日に、グアムに到着した。以後の6週間、LST-835 は、マリアナから洋島に対する兵員や車両、各種物資などの輸送任務に従事した。4月25日、サイパン島から激戦が続く沖縄へと、各種弾薬の輸送を行った。以後は終戦まで、 太平洋のアメリカ軍駐留地域で兵員及び物資の輸送に従事した。日本降伏後の2ヶ月間、LST-835 はフィリピン駐留部隊及び日本への新中軍向けの輸送任務に従事した。11月8日、名古屋を出発してサイパン島を経由して米本土に帰島した。1946年1月8日、サンフランシスコに到着。 同月中に、オレゴン州アストリアへ向かい、そこで退役が宣言された。退役後は、太平洋予備艦隊コロンビア側グループの一席として、経留され、1955年7月1日には、ヒルズデールカウンティー、アセスヒルズデールカウンティー、LST-835 と改名される。1959年10月に、米海軍艦赤母からその名が削除された。 1961年4月、日本に供与され海上自衛隊のおみ型輸送艦視も来たとして収益。その後、フィリピン海軍に再供与され、カビテとして収益。1989年解体。LST-835 は、第二次世界大戦における活動のために一つの従軍聖賞を受賞している。ありがとうございます。